溢れねえ、スリー。いやあ、せつけいすきだよ。皆さん、エフレメイが進化して帰ってきました。見てください。いきなり、この重々しいスタート画面です。ただね、今回のエフレメイ、進化したのはグラフィックだけではありません。という説明はまた今度しますんでね。今回は普通にゲーム始めていきまーす。新しい様子はちょっと今回は見せないよ。ちょっと動画パートを変えて次回に回すよ。気になるなら次回の動画見てくださいということを最初の方に言っておくよ。なんてアコギな商売なんでしょうね。うん、始める前に静かな場所に移動してください。両耳イヤホンをつけてください。ヘッドホンでいきます。俺部屋を暗くしてください。ごめんなさい。めっちゃ軽い。昼間に撮ってるし、電気つけてるし、めっちゃ軽いわ。あ、暗くしたらね、目に悪いんでね。暗くしたら目に悪いんでね、明るくしときますね。部屋を明るくして、テレビに近づけすぎないようにしてくださいみたいな感じで、アニメのような感じでやってますからね、俺。フィクションです。ドッド工房。ドッド工房ではないことを、先に言っておきます。巷で有名なお化け屋敷エフレメイ3。なんでもこのお化け屋敷には作り物のお化けに混じって本物の幽霊も出るらしく、二度の改造も得た今も途絶えることなく本物の幽霊が出続けているそうです。雰囲気が怖いというより以前にさ、ちょっとゲームの音量バランス高しすぎたかなっていうところが怖いな、俺。これ編集しようときに音量でかすぎ、やってもたみたいな感じにならんだろうかな。俺とのゲームの音量バランス大丈夫かな、ちょっと大丈夫かな、これ。なんか設定から感じ、考えたら、2の続編、ちゃんとした続編って感じやな、ストーリー自体。なんか音量でかいな。ゲームの音量でかすぎてさ、動画にした時に音量でかすぎて俺の声聞こえるかなって、聞こえるんかなって、ちょっと心配になってきたけど。3D なんじゃ。今回最初から 3D なんじゃ。この、FPS、ファーストパーソンシューティング。シューティングではないけどさ。一人称視点で最初から進むんじゃ、これ。あ、こういう、あ、そうでもなかった。あ、こういう感じね。あ、頭身が上がっとんやな、これ。なんか、コナンの犯人みたいなやつ操作するんやな、俺。ああ、こいつもこいつでお化けみたいな感じの見た目になっとるからな。操作はいつも通りなんだろうけどな。っていうか操作で撮ったのに全然見てなかったわ。ごめんな。メニュー開けるんよな。メニュー開けたわ、これ。大丈夫かな、音量高すぎたかな。ちょっと下げとこうかな。お、できた。なんか出てきた。ひょっこりはん出てきた。一瞬にしてひょっこりはん出てきたっけ。見落としとったわ、お前。見逃しそうだったわ。これね、メニュー画面でもね、こういう驚かしい要素つけてくるからね、めっちゃ身長でかい女性出てきた。めっちゃ身長でかい女性出てきた。怖い怖くないの以前の場合、身長でかってところが目に行くわ。身長でか。モデル体型だわ。これ美人だったらあれやな、モデルの専属のモデルでスカウトされてたな、渋谷とかで。どんどん進めか。進め。僕ら月光町、ちっちゃいものクラブ。全然ちっちゃくないけど、出てくるやつがでかい。俺がちっちゃいって言うんじゃなくて、出てくるやつがでかい、俺。身長でかいな、ここの女性。めっちゃまとわりついてきよん。ランダムに動いてくるな、これ。中途半端にくっついてくるやけど、こいつ。ゴー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 。トイレやな、これ。バスルーム。なんかさ、湯船とトイレの便器がこんなに近いってなんか嫌やな、俺。こんな物件には住みたくないな。止まった。え、あれ、ここ、あれ、もっと、ああ、なんか使いとったな。あれ、ここなんか通り抜けれそうなのに通り抜けれんのやな、ここ。ここ動いて、めっちゃ真っ赤なよな、血が。
俺の股の間すけ通り抜けていたけど、こいつ俺の股の間通り抜けていったんやけど、何が言ったんやんこいつ。よっしゃ進んでいくぜ。なんか今回の敵役のお化け役の人身長全員でかいな。モデル雇ってんのかな。それとも俺の身長が低いって設定なんかな。このコナンの犯人の身長がさ165センチとかかな。どっちなんだろうな。何気に一人称視点になってるわ俺。絵があるわ。だからなんやねんって話やけどな。結婚があります。おう、あ、ごめん、驚くちょっとリアクションしなかった、ごめん、もう一回やって。これなんでいいだろう。後で編集してちょっとくっつけとこうかな、この音声。今のも驚かせ要素だったかな。普通になんかナチュラルに出てきたけど驚く紐もなかった。退屈座り座らされてる。体罰かな。俺この男の子の上に乗ってもうたんやけど、これはこっちの方が余計になんか体罰食らわせてるような気がするんだけど、めっちゃこっち見るもんな。なんかここ保健室か。ああ、体がすごいバラバラ。なんか怖いっていうよりかグロいな。怖いのを目的に行き通って、なんかグロいものぶせられてるってね。それでグロい系だったんですかみたいな。嫌だな、怖いの見たかったのにグロいのは嫌だなっていう人がおるかもしれんからな、ごめんなさいね。結構グロい系の描写出てますね。また男の子がいるよ。なんで一人だけここにいたんだよお前。はみ出し者ってやつか。はみ出し者の声を響けってかお前。あれ、行き止まり？あ、こっちか。どんどん進むぞ。今のところそんなに怖がっとる様子なかっただろう、俺。割と余裕だったわ。どんどん行くぜ。あ、また長身の人。なんかさ、立っとるだけやけんな。うめき声上げとるだけやけんな。首やらしてんだろうな。首カックンカックンなっとるからな。時折。首大事にしてくださいね。どんどん行こうよ。たまに影がね、変な動きを見せるんですが、それはもうなんかノータッチで行きますよ。学校か、こう。オフィス？学校やな。残業使いの先生がおるんやけど、残業使いの先生が、学校に残業とかあるんやな。心中お察ししますよ。遅い時間まで採点してたんですね。生徒でかっ。生徒もでかいな。めっちゃ長身の生徒、先生出てきた。先生よりも女子高生の方が身長高い。バレーボール部だ。多分バレーボールとか小さい頃からやってたら足腰鍛えられて身長高くなりました。そういう成長の仕方しましたみたいな感じだな。羨ましい。俺、26歳、身長166センチ。物足りない身長。羨ましいです。その身長の高さ、羨ましいです。俺も欲しかったし、身長欲しかったね。あれだね。中学の頃から夜更かしで深夜番組とか見てたからね。成長ホルモンがあんまり得られなかった人間なんだろうね。わ、迷路になってる。あれ、誰だ？誰だの頃にはさ、手が消えとるからな。そのゲーム成立しないんだよな、お前。だの時点で消えてるから、ゲーム成立しなくなってんだよな。それ。その、手が隠された時にさ、誰みたいな当てないあかんのにさ。こっちであっとんかな。こうか。誰かのうめき声が聞こえる。こう言って、あ、おお、映画が描いてる。
何一つアーティスティックじゃないしな。こんな人の通りが少ないところにこんな書いて、なんか意味があるんだろうか。もうちょいさ、人通りの多いところに書けばさ、インスタとかで広められるんだろうけどさ、もうちょい書く場所考えればよかったのにね。絵が上手い下手の以前にさ、どっかの民族だったな、今は。主人公は結局何なんだろうなってところがありますけどな、これ。いや、そもそもこれなんだ？で、足、下半身がどうで、どう、え、何これそもそもこれは何だどういう状況なん、どういう状況なん、うん、説明ができなさすぎて実況にもならんし、怖がりようがないんですけど。状況がようわからんでさ、怖いというよりは意味不明っていう単語が頭の中出てきたよ。ね、どんどん進むよ。わ、研究室みたいな感じの設定がな、これ。中にね、化け物がおって、それをなんとかラコンタラっていうバイオハザード的な感じを感じるけど。そういうスタンスのお化け屋敷。めっちゃ早く、めっちゃ、このゲームの登場人数全員首カックンカックンなったろな。座ってないんやけど、お前。首座らんまま数十年生きてきた感じになっとるよ、お前。最速のスピードにしたメドロノームか。人数はどんどん増えてきとるしな。やばいな。ここまで身長の高い人を見たらさ、逆にこのコナンの犯人の身長が低い人間なんかなって、岡村隆史的な感じなんかなって。おーおーおーおお、どっからできてんだこれ。これに関してはどっから出てきてんだこれ。あれか、ドラえもんのタイムマシーンから出てくる途中の人なんじゃこれ。出てくる途中で止まっとるだけでさ、早く出てくればいいのにって頭出てきた。おお、すごいな。ここまで来た。何人の人員割いとんこれ。何人分の人員割いとんこれ。めっちゃ実験人かけとるな。人で使っとるなこれ。うわ、今のはちょっとビビった。今のはようやくビビったわ。ここだけですごい人手かけとるなおい。手の数、ここだけえらい人手かけとるなお前。ここのエリアだけもうちょい散らせろお前。人数の配分散らせろお前。わあ、ここでもか。人手多いな。どんだけエキストラ雇ってんだお前。日雇いのバイトか。日雇いのバイトでも雇ってんのか。こうかな。よしよしよし。あれ、どっちだったっけ。たまに方向感覚がおかしいなる。あれ、え、あれ、こっちだっけ、こっちか。たまに方向感覚がおかしくなるな。おっと、あれ、真っ暗闇に来たな。暗っ。え、暗い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 。てか、進んじゃる？進みらんな。進みらん。あ、これは、あれじゃ。F レームでたまにある、進めんのだったら一体戻ってください的なやつじゃないかな。たまにあるんじゃ、こういうん。F レームって。俺の経験上やけど。多分そういうことだと思うよな。一旦戻りよったら何かあるパターンのやつだと俺は見た。あ、なんか隙間がある。謎の空間がある。謎の何のために作ったかわからん空間がある。レインボーシックスシールとかだったらさ、ここに入っとってこっちからなんか覗き込んでこう見るんやけどさ、レインボーシックスシールじゃないからな、このゲームは。残念ながら。もう出てきた。誰だったんだろうな。これを見せるためだけに戻らされたったのかな。俺は研究員のおっさんだったわ。じゃあもう先進んだら暗闇から先に進めるようになったんじゃないかなって思うんやけど、違うかな。違うな。あ、ここはもう行き止まり感かな。もうあとはどんどん戻って戻って戻り続けてくださいみたいな感じなのかな。そういうことか。まあ研究員のおっさんがなんかが頭ガンガンしてきたけんな、多分そういうことなんだろうな。ここで研究員のおっさんが先で来た。
こっちだ。じゃあ戻りよったらなんか話進むんだろうな。俺はそう思った。あ、目玉。あ、なんか魔女の家で見たことある、これ。目玉が並んどって、その間で、目玉がウィンクしとるやつがあって、その片目を閉じるのがいいってことは、間のところを開けたらドーンってドアが出てくるところ。お、できた。ブチューブラリン。多分筋トレしよったんだろうな。あるよね。ぶら下がっとってさ、腹筋運動する人ってなんかたまにアニメで見るよね。戻ってきた。多分やっぱりこう脅かし要素が戻ってきたってことは、こう戻っていくのが正解なんだろうな。道こんなんじゃなかったけどな。あの工事現場の看板みたいなやつなかったけどな。よかった、邪魔されんで済んどったわ。あー、残業続き、すごい、こんな時間にまで電話がかかってくるから、そりゃ鬱になるよね。心中お察しします。あなたは日本の味方です。あなたが働かないと、日本が浮かないんだもの。済むぞ。俺は日本っていうか、ネットの治安を守るために動くぞ。頭がパーになりましたね。もう頭に悩みを抱えすぎてパーなりましたね。どんどん進め。ブザーが鳴ってる。ん？すごいブザーが気になる。って声も気になるけど、ブザーも気になるけん、ちょっと調べてみます。なんもない。気になるだけだったわ。おっと、残業使いのおっさんまだ出てきた。ブラック会社め。定時に帰らせろ。定時を超える仕事を与えるな。定時で帰らせろ。ブー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 キキーブーン。頭カックンカックンのおっさんがおった。なんだ、俺も頭カックンカックンしとった。もしかして今の影の状態、俺も頭カックンカックン病にかかり始めてきた。伝染するんじゃ、頭カックンカックン病。女の人が走ってきたディープキスだ。ディープキスされました。長身の女性に走ってこられたと思ったら、一体ディープキスされました。新手のキスマや、新手のキスマが現れたんや。進め、キスマが現れたぞ。進め。ブーンブーン。頭はまた落ちてきた。もうなんか見慣れてきたな。割と俺、結構グロい系のゲームやいよけん、割とそういう見慣れてしまったよな。青い空間。青い稲妻が、ふん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 。青い稲妻が、おっと、三人称視点に戻ってきた。おっと、常にリンボーダンスやってる。リンボー、リンボー、リンボー。くくるところがないくせにリンボー。リンボーダンス、リンボー、リンボー。練習中なんだろうね。多分忘年会の余興でやるんだろうね。頑張れ。君が忘年会を支えるんだ。ブラック企業の忘年会や。なんか、これも割と見慣れてしまったな。早う出てこればいいのに。タイムマシンでやってきたんはええけどさ、どんな世界線やだとしたらちょっと待って、どんな世界線だ、そんな血だらけの姿で出てくるとか。どんな世界線の未来やねん。どんな未来からやってきとやねんお前AI が人類に反乱してすごい戦争を繰り広げてるような世界線から、過去に助けを求めに来た女性みたいな感じになってるタイムマシンだとしたらそういうことになるよね。過去に助けを求めに来てるっていう未来人の話か。え、フレームでそんな話になったんか。まあ、絶対違うけどさ。あれがタイムマシンだとしたらそういうことになるからね。ドラえもんのタイムマシン。あ、びっくりした。今はちょっとびっくりしたよ。たまに出てこられるとちょっとさすがにびっくりするところがあるが、
あまり俺は声には出さない。悪いな、実況向きではないかもしれんけど叫んでないよな俺。ごめんな。あれこっち進めんの、あ壁かこれよみたいな。地面かと思ったよこの上。あ壁だったな、こっちか。階段か。おーっと、バイオハザードでよく見るやつ。ほふく前進の練習はさ、せめて階段でやるのはやめといた方がいいと思う。危ないと思うよ。平坦の床でやればいいのになぜわざわざ階段でやっているのか。怪我するよ、下手すりゃ。女の人じゃ。細い体しとんよな、幽霊ってみんな。ほんまモデル体型っていうかさ、アンアとかに乗せられてそうな細い体型の人がめっちゃ出てくるや、今作は。おう、シンプルに男の人出てきた。サラリーマンの幽霊出てきたんやけど、過労で倒れた人やなこれ絶対。もう完全に過労で倒れた人やな。うわ、過労で倒れた人の怨念が血となって壁にこびりついた結果がこれですか。どんなブラックだったんだよ。どこへブラック、こちら。ああ、これよう見たらなんか人の顔がたくさん映っとるように見える。これ見えてなかった人も俺の発言によって見えるようになってきてるはずです。どんどん進むぜ、ブラック企業。俺は走っていくぜ。めっちゃ叫ぶ声が聞こえるようになってきた。後ろに何かがおるわけでもない。ブラック企業の怨念が俺にまとわりつく。首大丈夫か、首カックンカック病もう末期になったらあんな感じになるのか。首カックンカック病俺も映っとるからな、これ今ので見たら分かる通り、影で分かる通りな。頭カックンカックン病はせ、どうやったら治るんですか。手術すれば治るんですか。その手術どこでやってるんですか。あ、あ、行き過ぎだ。たまにさ、180度回転するときある。あー、まだだーり、だの時点で消えるやつ。だからさ、それさ、当てるまで、さ、手離しちゃダメだからな、お前。ゲーム成立せんからな、お前。どっち？右かな？あ、どっち行っても結局合流できたんかな？おっと、赤がなくなった。進めー。あ、来た。おー、北前進の練習中か。頑張れ。何のほだめで北前進練習しようかわからんけどな。これも余興なんかな。誰が見てて楽しい余興なんかな。もうちょいなんか、フラッシュモブとかやればいいのにな。こっち？こっちかな。あ、来た。今のは何の練習？何の余興の練習？わからんかった。ピアノ！ザ・エンド！あ、終わりなん。あ、終わりなんだよ、これ。なんか F レメってさ、ピアノ弾く女性で終わることが多いよな。なんか知らんけどさ。1だったか2だったかもそうだったけどさ。あれ？ジ・エンドやけんさ、ここで終わりなんだけど、どうやったら終わすん？どうやったら終わるん？めっちゃ鬱陶しくまとめつくな、ピアノ弾く人の周り。こっちか。あ、ジ・エンドやけど、この部屋で終わるわけじゃない感じ。あ、スプレーかけられた。一人でこのお化け屋敷に入った人は、時々管理人の手によって。あー、そういう感じね。お化けにされているそうです。あ、じゃあここにおる人ってこのお化け屋敷に来た人たちだったんじゃ。ああ、日雇いのバイトとかじゃなかったんや。あの手とかもさ、FMA3 というわけで、今回も皆さんに恐怖をねお届けできたと思います。ドット工房さん、毎度毎度ありがとうございます。いや、俺あんま驚いてなかったけどね。衝撃的だったのは
やはりタイムマシンが存在したことですよね。そしてタイムマシンで過去にやってきた人たちが未来での AI との戦い放送を助けるために過去に来たっていう、あれ、突然何もないとこから上半身が出てきたのはそういうことでしょう。 AI が反乱を起こす時も近い未来なのかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です、っていうことをドット工房さんが多分伝えているんだと思います。何のゲームだこれは。何だそれって話に。ドット工房、いつもありがとうございます。いつも楽しく遊ばせていただいております。あ、なこれ。これからクリア結果を表示します。次の3つの質問に回答ください。あなたのニックネームは、刹那啓介、なんか刹那啓介。あなたの年齢は、あ、200何歩とかになる。これじゃ200何歩とかになるわ、お前。26です。どちらかというと怖がりですか。 いえ。 OK、 これでどうよ。下手エド4だった。俺下手エド4だったんじゃ。あれ、ちょっと待って、プレイヤーならしさんになっとるぞ。俺刹那啓介って売ったやん。俺刹那啓介って売ったやん。ちょっと待って、ならしさん扱いされてるし、しかも下手エド4もあるん俺。本編クリアお疲れ様でした。本作では他にもお楽しみ要素を3つご用意しています。1、ジェネレートゲーム。ステージの組み合わせやホラー演出を配置などが自動生成され、何度でもプレイできるゲームモード。2、マネージャーモード。お化け屋敷の管理になり、ステージの構成やホラー演出の配置などをあなた好みにカスタマイズできるゲームモード。3、エフレメコネクト。他のプレイヤーがマネージャーモードで考案したお化け屋敷を楽しめるウェブページモード。これですよ。実はね、今回エフレメはね、こういう3つのモードも遊べます。要はね、一度やったら二度目はこのホラーの演出の配置を変えて違う体験ができるように変化できるモードに、マネージャーモードって言って自分自身がホラー演出をカスタマイズできるモード、そしてそのカスタマイズしたものを別のプレイヤーに見せることができるっていう、そういうウェブページまで作られております。こう進化されてるんですよ、エフレーム3が。すごいよね、ここまで進化してくれてるんだよ。というわけで今回は FMA3 の普通にプレイした状態のプレイを見せていきました。というわけで FMA3 の実況でしたが、この今作の FMA はね、4種類ぐらいね、バージョン違いがあって、俺がやってるのは特別版ってやつなんですけど、あとなんかフリームでできる体験版っていうか無料版のやつと、あと有料版が3種類あって値段違いであるんですけど、要はジェネレートゲームとかメジャーゲームとかで使える素材とかの数が変わってくるらしいんですよね。その値段が高い方が多くの素材だから使えますよみたいな感じで、俺が買ったのが一番高いやつなんやけど、はい。というわけでね、ちょっと説明が難しいんでちょっと破滅するんですけども、ちょっと購入ページの URL とフリームのダウンロードページをね、 URL に貼っておきますんで、そちらからちょっといろいろ確認してみて自分で遊んでみてください。というわけで今回はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。週上げ